パーニル・ブルメはデンマーク出身の競泳選手。専門は自由型とメドレーリレー。2016年のリオデジャネイロオリンピックでは50メートル自由型で金メダルを獲得した。2012年のロンドンオリンピックにも出場した。ブルームは1994年5月14日にデンマーク首都地域のヘアレウで生まれた。2016年のリオデジャネイロオリンピック直前には 大衆紙の BT にヌード写真が掲載された。また、オリンピックが開幕すると、自身のインスタグラムにヌードをいくつか上げて、どれが好きと問いかけてみせた。競泳は4歳の時に始めた。デンマークのサイマのアシェランクラブに所属している。2012年のロンドンオリンピックでは、デンマーク代表として5種目に出場した。しかし、50メートル自由型では、予選レースで8位。 全体でも26位で準決勝に進めなかった。100メートル自由型では予選レースで6位、全体でも19位で準決勝に進めなかった。200メートル自由型では予選レースでトップだったが、全体では24位でやはり準決勝に進めなかった。4X100 メートルフリーリレーでは、ミー、ニールセン、ロッテフリス、ヤネッテオーテセンと共に予選を突破して、 決勝では3分37秒45のデンマーク記録で6位になった。4X100 メートルメドレーリレーでは、ニール戦、オッテ戦及びリッケヘペデル戦と共に予選を突破して、決勝では7位入賞を果たした。オリンピック後に開催された、世界短水路選手権の 4X100 メートルメドレーリレーでは、金メダルを獲得した。 2014年の世界淡水路選手権では 4X50 メートルメドレーリレーでニール戦、ペデル戦、オッテ戦と共に世界新記録を樹立して金メダルを獲得した。4X100 メートルメドレーリレーでも同じメンバーで優勝した。4X50 メートルフリーリレーでは3位だった。2016年にはデンマークオープンの50メートル自由形で優勝した。 同年のリオデジャネイロオリンピック代表にも選出され、50メートル自由型で金メダルを獲得した。また、100メートル自由型 4X100 メートルフリーリレー及び 4X100 メートルメドレーリレーにも出場した。4X100 メートルメドレーリレーではアンカーを務めて2位になったオーストラリアにわずか0.01秒及ばなかったものの、 チームの銅メダル獲得に貢献した。なお、デンマークの選手としては1948年ロンドンオリンピックにおけるカレン・ハルプ以来の競泳での金メダル獲得となった。リオデジャネイロオリンピック閉会式において騎手を務めた。ありがとうございます。